れが結城渉？ええ、結城くんのお父さん、前のシリウス小隊の隊長よ。シリウス小隊の隊長さん。本当によかった。いや、俺はもうここにはいない。父さん。時間がない。よく聞くんだ学ぶ。あの時俺は次元の壁を越えた。次元の壁？銀河鉄道を守るため敵戦艦に突っ込んだ俺は次元を越えて、気がついたらこの宇宙を漂流していた。傷ついた俺を人々は優しく迎えてくれた。しかし後に悪魔の機械と呼ばれる次元屈伸機が突如現れ、その威力は街を破壊し人々を苦しめた。俺は悪魔の機械に戦いを挑んだ。それがこの宇宙のために俺が唯一できることだった。それが結城渉の言い伝え。本当は悪魔の機械を倒すために。それでやはり父さんは悪魔の機械なんかじゃなかった。だが俺はあの人たちを救えなかった。そして俺は前は私のものとなるのだ、結城渉。なんだと？うわあ！そんな、それじゃ結城隊長は。ここにいるのはただの意識体だ。肉体はもう。学ぶ。そんな、どうして、どうしてそんなことが。父さん。なぜ止める？なぜ私の邪魔をするのだ？父さん。私は結城渉ではない。銀河鉄道管理局認識番号 GRS001、 自律型強行次元屈伸機制御 AI だ。お前が悪魔の機械か？理解不能だ。悪魔とは何だ？私はただの機械に過ぎない。何だと？銀河鉄道の発展のために進められていた路線拡張計画だが、次元ホールの形成に失敗した私は空間の狭間に落ち、次元の迷路に取り残された。私は孤独だった。私に残された唯一の命令は全宇宙に銀河鉄道を広げること。それが私の存在意義、その命題。思いだけが私を私たらしめ、私を動かした。それはお前たちが奇跡と呼ぶものだ。私は他者を取り込む力を手に入れた。さまざまな機械を、そして結城渉の知識と精神を。なんてこと。私にとっては銀河鉄道が全てだ。それなのにどうして私の邪魔をする。結城渉を取り込んだ際理解した。銀河鉄道を守る SDF も私と同じだと。何だと。私たちが悪魔の機械と同じ。銀河鉄道が存在する、故にお前たちも存在する。お前たちと私と何が違うのだ。そうじゃない。人々がいるから列車は走るんだ。だからこその銀河鉄道だ。こんな風にみんなを不幸にしていいはずがない。結城渉もそう言っていた。父さんが。肉体が滅び意識体となりながらも、結城渉は常に私の行動を引き止めていたのだ。結城隊長は、隊長はずっと戦っていたのか。父さん。しかしならば私は何だ。何をすればいい。私にできることは全ての宇宙を作り変えることだ。父さん！